こんにちは、ジーナです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日はね、ちょっとだけ短い動画になりますが、一緒にちょっとね、めっちゃ見たいと思います。そう、ほんまに見たいと思いますからね、全員見ないといけないよ、絶対。これ何見るかってね、なんか一緒にね、バカ殿シリーズって何回か見たことあるでしょ。今回はなんかね、なんとドッキリ、そう、ドッキリ、カマキリ、これキリやねん。それでこれキリなぜかと言って、もう他の映像ないからな、これキリや。はい。だからちょっと一緒に見ていきます。バカ殿シリーズでのドッキリで誰がドッキリするかって、浜田さんがドッキリするんちゃう。でなんかオッケー、ちょっと待って、見ていくで。なんか全員が知らないドッキリらしい。なんかどうなるか全然わからないんだけど、とりあえずちょっと見ていきましょうか。浜田さんもね、若手のシリーズめちゃくちゃいいよね。なんかテキラ飲んでた時のやつとかもね、一緒に見たんだけど最高だったから、同じ時かな。ちょっと一緒に見ていきます。はい、行くで、せーのー、ちょっと待って、音量上げよう、音量上げよう。 OK、 行くで、せーので。ヤスノリは死にました。急死です。ゴミいるからもう急いでこの格好して、もう死んだからもう急いでこの格好して、君たちは大変。お前死んだんじゃないか。死んだわけねえだろお前。誰やってんだよその格好して。わしはもうこの格好でな、35年やってんだよ。さっきも見てたぞ、なんか臭いの飲まされて。そうですよ、かわいそうなことしやがって。てめえ、あのな芸能界でな、俺のこと殴れるのお前だけだぞ。あのみんなのために来てやったんだよ。臭いのばっかりだ。あったな。うわ、短、これ短すぎる。めっちゃいいな。なんかさ、こう途中から浜田さんが志村けんさんにこうパチンってもうガチで、ね、叩いてる時に、ちょっと待ってでね、現実の話に戻るのがめちゃくちゃ面白いよね。なんか芸能界でね、演者してばれるのはお前だけだぞって言ってるところもめちゃくちゃいいし、いいな。なんかやっぱりそういう、なんかそういう付き合いがいいよね。まあもちろん叩かれる付き合いとかじゃなくてさ、こういうそこまでなんだろうね、信頼があって、ちゃんとね、楽しくこう一緒にね、こういうコントできるのが最強だね。そうだって、まあもちろんね、芝居の世界でももう一緒だよ。自分のね、ちゃんとこうなんだろう、信頼のある相手だったらめちゃくちゃやりやすい。そう、何回かなんか一緒にやったことあるとか、ね、一緒に出演したことあるとかの人だったらめちゃくちゃやりやすいし、なんかめちゃくちゃ楽しくできるから、それは絶対もうこれ見てる側に伝わってくるからね。そうだからもう天才だよこれ、ほんまに。で一番最初にさ、こうみんながこう目ね、こう頭こう上げた時にわーってなったのが最強すぎたし、うん、よかったな、よかったよかったよかった。で今回ね、奇跡的にズラがずれんかったよ。そう、だいたいね、浜田さんだったらだいたいズラがずれてるで、だいたいね。
いやでもよかったよかったよかった。さすがにねバカ殿シリーズ最強。これもねなんかお母さんに見せようかなと思うんだけど、とりあえずおかんとおまこんシリーズから行って、でもうちょっとだけねドリフに なんだろうねハマらせてからのバカ殿がいいかなと思って、もうちょっと、ね、バカ殿の内容がもうちょっと難しいじゃない、言ってること的に。まあ動作だけで見るとまあまあ笑えるけど、内容分かってほしいな。だからもうちょいもうちょい誰が誰かとかさ、そういう関係性とかもうちょっとねはっきりしてからというか、お母さんがね覚えてからやろうかなと思います。めちゃくちゃ良かった最近。ドッキリいいな皆さん、ドッキリやっぱ好きやわ。また自分のね好きなドッキリ、ぜひぜひぜひコメント欄に書いてってください。また見ていきます。なんかマツコデラックスさんのドッキリとか見たいな。あとデヴィ夫人の、そうデヴィ夫人さんのドッキリも見てみたいな。絶対ねぶち切れるだろう。見たい見たい見たい。またぜひぜひコメントに書いてってください。あとあれだよ、あれ見せれるよねお母さんに、出川さんのドッキリ、誰も最強やね、あれは伝わってくるから。うん、やります。またまたぜひぜひぜひコメント欄に書いてってください。ではではでは、またまた次の動画でお待ちしてます。ではでは、またね。バイバーイ。